皆様こんにちは、ゴーライダーです。本日は三ヶ根山スカイラインを走りたいと思います。よろしくお願いいたします。よいしょ。二輪はね、270円でしたね。さあ上がっていきましょう。できればあれですよね、展望台のところまでね行きたいと思います。バイクはどうなんですかね、走ってきますかね。さすがに有料道路だとどうかなって気がするんですけど、うわすごい建物ですね。すぐ近くにもうこんな建物があるんですね。すげえ、めちゃめちゃ綺麗。よし、お湯って書いてあることは温泉かなんか。ここ何だったんだろう、立ち入り禁止って書いてあるね。なんかあ、やっぱり有料道路だけあってなかなかどうして整備されてますね。道がね滑らかですね。向こうの方がさ街見えるんだけど、ちょっと木々で見にくいかなって感じだけど、もうこっちのロケーションは抜群ですね本当に。バイク来た、やえできるかな、イエイ、ありがとう。やえできました、ありがとうございます。タンデムの方でしたね。おお、すげえ、うわ綺麗だ。天気もいいからすごくいいね。これね、このまま真っ直ぐ行きます。何気にねちょっと止まりたくなっちゃうんですよね。綺麗だもんね本当に。よいしょ、あやえやえ、あ会釈とやえいただきました、ありがとうございます。これね右方向って言われてるね、アジサイライン、ここ入ってきます。うわーすっげー景色、うわー見えますかね、すごい景色ですよ本当に。いやー綺麗だね、街と海が超綺麗。あ、ここら辺がね目的地みたいですね。近いね、ここが駐車場みたいですね。何、バイクは俺しかいないじゃん。じゃあここら辺ね止めましょうかね、誰もいないから。よっしゃ、着きました。それではですね、蒲郡の方にね料金所がもう一個あるので、まあ、そちら側の方向に向かっていきたいと思います。とてもね綺麗な景色でした。三河湾が、まあ、前景見えるような感じでしたね。パールセンターって書いてあるね。けどさ、お店なんかは結構閉まってるんですよね。大きい建物あったんだけど、なんかいまいちねやってなさそうですもんね。おほほほ、綺麗だ。あ、こっち側の方はねさっきの見晴らし台から見えてないとこですね。また寄りたくなっちゃうな、ここ。僕はここで見たくなっちゃうな。もう行こう。切りない。わあ、綺麗だ。すげえ。あとね、休憩じゃないけど、さっきの見晴らし台のとこでね、見ててもね、ライダーさんがね、ちょこちょこ来ますね。今日はね、2019年1月の19日土曜日です。うわあ、綺麗だ。すげえ、絶景がね目に入るから楽しいですね。走っててここはめっちゃ綺麗だもん。すげえ、もう出口になりましたね。ここが蒲郡の方の料金所店ですかね。はい、終わりました。270円であれだけの絶景が見えるんなら、いやー、またね来たいなと思いますね。それではですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。今回ですね、この動画良かったなと思いましたら高評価よろしくお願いいたします。次の新しい動画も見てみたいなと思いましたらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、本日はこの辺にしたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。